おはようございます。毎日くよくよしたり、ごちゃごちゃ考えたり、いや大丈夫って思ったり、本当に気持ちが毎日変わってしまうんですけど、一生懸命お稽古してフラメンコ踊っている生徒さんを見ると、もう本当に無心に元気に踊っている生徒さんたちを見ると本当に励まされて、そうやって何十年も私は生徒さんに元気をもらってきたなって思います。今日も皆さんいい一日でありますように。それではまた。